裏切りのサーカスは2011年のイギリスフランスドイツ合作のスパイ映画。ジョン・ルカレの1974年の小説、ティンカー、テイラー、ソルジャー、スパイを、ブリジット・オコナーとピーター・ストローハンが脚本化し、トーマス・アルフレッドソンが監督した作品である。主人公のジョージ・スマイリーをゲイリー・オールドマンが演じ、コリン・ファース、トム・ハーディ、ジョン・ハート、トビー・ジョーンズ、 マークストロング、ベネディクト・カンバーバッチ、キアラン・ハインズラーが共演する。イギリスのワーキングタイトルフィルムズが制作し、フランスのスタジオカナルが出資した。プレミア上映は第68回、ベネツィア国際映画祭コンペティション部門で行われた。本作は批評家には好評を持って迎えられ、また、イギリスでは週末興業収入で3週連続1位となった。日本では、 R15 指定。時は東西冷戦した。イギリス秘密情報部、通称サーカスとソ連情報部、通称モスクワセンターは水面下で様々な情報戦を繰り広げていた。長年の作戦失敗や情報漏洩からサーカスの長官であるコントロールは内部にモスクワセンターの二重スパイがいることを確信。密かにマザーグースのイカケ屋さん。 下手屋さん、兵隊さんの歌詞になぞらえたコードで、幹部たちの身辺を探るとともに、モグラに関する情報源と接触するため、サーカスのジムプリドをハンガリーに送り込むも作戦は失敗。責任を取って、コントロールと彼の右腕であったジョージ・スマイリーは引退を余儀なくされる。退職の地ほどなく、コントロールは死去。ほぼ同時期に、 イスタンブールに派遣されていたリッキーターの前に、モグラの情報を持つモスクワセンターの女イリーナが現れる。彼女と恋仲になったターは、イギリスに亡命させるため、サーカス本部に連絡するが、翌日イリーナは、モスクワセンターに発見され連れ去られる。サーカス内部に、モグラがいることを察知したターは、イギリスへ戻り、オリバー・レイコン外務時間に連絡。彼は、引退したスマイリーに、 モグラ探しを要請する。スマイリーはターン上司のピーター・ギラムとロンドン警視庁公安部のメンデル警部と共に調査を始める。プロジェクトはワーキングタイトルフィルムズの依頼でピーター・モーガンが脚本の草案を書き上げたことで開始された。モーガンはその後、私的な理由のために脚本を公安したものの制作葬式として残留した。モーガンの離脱により、 ワーキングタイトルは脚本最高のためにブリジット・オコナーとピーター・ストローハンを雇った。2009年7月9日、トーマス・アルフレッドソンの監督着任が明らかになった。本作は彼にとって初めての英語作品となる。本作はスタジオカナルの資金援助により2100万ドルの制作費を持っていた。監督はジョージ・スマイリー役にゲイリー・オールドマンを選び、 彼は高貴な顔と必要とされる静かな強さと知性を持っていると説明した。デビッド・シューリスは早い段階で出演交渉がされていた。マイケル・ハスベンダーはリッキーター役で出演交渉されていたが、X、メン、ファーストジェネレーションの撮影とスケジュールが重なってしまった。その代わりにトム・ハーディが同役を演じることになった。 2010年9月17日、マーク・ストロングの出演が確定した。また、ジャレット・ハリスは、シャーロック・ホームズ・シャドウ・ゲームとのスケジュール衝突により断念し、彼の役は、トビー・ジョーンズが演じることになった。サーカスの外観となった、ブライス・ハウス主要撮影は2010年10月7日から12月22日までに行われた。スタジオのシーンは、北ロンドンのミルヒルにある、 旧軍兵舎で撮影された。サーカスの外観には西ロンドンのブライスハウスが使われた。原作小説でチェコスロバキアで発生する事件は映画制作で20%のリベートがあるハンガリーで撮影された。制作チームはブダペストで5日間の撮影を行った。また原作小説では香港で起こった一件はイスタンブールに変更され、 クリスマス直前の9日間には、イスタンブールでも撮影した。アルフレッドソンの前作、僕の襟200歳の少女でも共同した、ホイテバンホイテマとディの4サーテルが本作にも参加している。編集には6ヶ月を費やした。主な挿入歌は以下の通り。制作チームは映画の最後にジョージ・スマイリーが一人でいる時に聴く曲をフランスの曲、ラメールだろうと推測した。 スマイリーが曲を聴く場面も撮影されたが、結局それがあまりにも多くの意味を与えることを避けるためにカットされた。ベネツィア国際映画祭でのプレミア時のケイリー・オールドマン。プレミア上映は2011年9月5日第68回ベネツィア国際映画祭のコンペティション上映で行われた。イギリスではスタジオカナル UK の配給で2011年9月16日に 公開された。アメリカ合衆国での権利は、ワーキングタイトルと、高級的なファーストルック契約を結んでいる、ユニバーサルピクチャーズが買い取り、その子会社であるフォーカス・フィーチャーズに譲渡された。フォーカスはアメリカでの拡大公開を目指した上で、2011年12月9日に、限定公開を開始した。裏切りのサーカスは、批評家には概ね好評であった。 2011年12月15日時点で、ロッテントマトズでは120件のレビューで84%が、支持して、フレッシュで、平均点は7.8、10である。日本でも、2012年度のキネマ旬報、外国映画ベスト点で、10位にランクインされた。イギリスでは、公開から3週連続で、週末興行収入1位となった。 2013年5月11日時点でボックスオフィス模様調査による世界興行収入は8063万608ドルに達している。ありがとうございます。